ヤッホー皆さんごきげんよう。いや、このゲームでやるのが本当に楽しみすぎてね、もう面白いわこのゲーム。普通にハマっちゃってるわ。前回はね、文化祭だったね。でまさかの屋上を選んだら CG が撮れるっていう。ちょっと待って、あ、一般教養やってるところか。でもこれはなんかね、自動的にやってもくれるんで、そんなにやんなくていい気がするんですけど。休日か。根性がない。あ、待って待って、逆にしよう。これを部活にして、こっちを勉強にするか。先生の誕生日、いや本命以外はどうでもいいっす。うん、じゃああとは根性を鍛えるだけかな。くん、あ、華道部まだやってたの？はい。あなたも確か演劇部でしたね。ご苦労様です。いえいえ、どう、華道部は楽しい？そうですね。お花を生けるのもかなり奥深いことが分かりましたし。うん、そうなんだ。たまに剣山に指を刺してしまったり、少々痛い時もありますが。ですが、それも修行の一環だと思って精進しないとですね。いや、ちょっと違う気が。この人髪切んないのかな。てかこの人とゆりかってどっちが髪長いんだろうね。もうすぐ根性も100になっちゃうな。もうあげるものがないんだけど。あ、筋力か。日曜日、じゃあデートしよっかな。断られることもあるのかな。結構もう好感度マックスみたいな感じだけど。あ、ちょっと印象について。そこまでするなんそこまで、あ、もう完璧っすね。そう根性、そこまです。あ、でも全部完璧やんけ。別に構わないっす。お、やっぱり断られないんだ。でももう全部言っちゃったんだよね。なんか他に選択肢増やしてほしいな。映画館。あ、ねえ、ラブストーリー見ようよ。そんなの俺興味ないし。じゃあどんなのに興味があるの？西部劇とか。何それ。ああいう白黒はっきりしたもんが分かりやすくていいかな。西部劇、渋いね。古いね。いや、渋いねでしょ。普通に結構渋い線いくよね。そうっすか。まあ好みは人それぞれだからね。じゃあそれにしようか。たまたま上映してるもんなの。別に無理しなくても。そんなことないって。行くよ。その髪型どうやってセットしてんの。あ、もうすぐあれが見れる。
や、このゲーム面白いな、普通に。あ、来た。よし、見よう。優になってることを願う。まだ普通なの。グッジョブだ。あとちょっと頑張れ。でもまあ、何が与えないの、あと。やっぱデートの回数なのかな。うわー、やばい。じゃあ、あとはデートを重ねるだけか。じゃあ休日は必ずデートってことでいいかな。あ、12月。全部100にするとか、それともあれ、上白先輩じゃないですか。いや、こんな時間まで部活、何その大学生みたいな格好。はい、そうなんですよ、先輩もですか。そう、珍しくちゃんと出席したらなんだかいろんな小説の話題でついつい話し込んじゃってね。なんでこの赤色のコート。そうなんですか、文学研究会ってどんなことするんですか。結構みんなちゃんと自分の作品を書いてるみたいだね。じゃあ先輩も。いや、僕はそれを読むだけの係かな。ずるい。そんなことないですよ。でも先輩がどんなもの書くのか見てみたい気もしますけど。じゃあ僕がいつか書くときがあったら君に最初に見せてあげるよ。本当ですか、楽しみにしてます。なんだこのイベントは。しかもなんだあの服は。はい。先輩、うわお、ちょっといいっすか。うん、どうしたの。これウルトラワッフル10個詰めなんすけど。10個詰め、これ絶対リバウンドするでしょ。何そのロックバンドみたいな服。ウルトラっていうぐらいだから気絶するぐらい相当うまいらしいっすよ。そうなんだ、死ぬほどうまいラーメンを思い出すのはコナン。すいません、押し付けたみたいで。でもよかったっす、受け取ってもらえて。ありがとうね、後でいただくよ。いや、1日に10個一気に食べたりとかしないでよ。もうこれいくつリバウンドするんだろう。よし、じゃあデートに行ってきまーす。これ断られるってことあるのかな。でもこの間行ったばっかりだからお茶にしよっかな。どうぞ。はい、でもハートさ、もうあれ以上大きくなんの、なるの。太ったな。いたた、なんだろう、足がズキズキするわと思ったら、なんで私川に足をつけてるの。で、ここどこよ。痛みは収まったか。うん、足貸してみろ。立花君が川につけていた私の足をそっと掴んで、くるくる薬草をつけた布を巻いてくれる。そっか、私怪我してたのね。よく見ると結構ひどいかも。すまない、こんな怪我をさせるなんて。俺としたことが一生の不覚だ。どんな夢だよ。お前を守ると誓ったのに。そんなこんな思いは二度とさせない。俺の命に代えても。だからこれからも
についてこいよ。いいな。プロポーズですね、橘君。なんかどんどん夢が短くなってるような気がする。うわー、増えてるー待って、エステ行って手っ取り早く痩せたい部活はもういいかな。部活100になったっけ。根性100になってるね。じゃあ筋力鍛えようか。今日はクリスマス。こんな時彼氏がいたらさぞかし素敵な一日になるんだろうけど。お、クリスマス当日に誘うという。はーい。やめてね、新聞配達とか。あ、かわいい。立花くん、何かあった？もしよかったらこれからちょっと時間もらっていいですか。ならもうちょっとおしゃれな服装に着替えてきてもらっていいですかね。うん、大丈夫だよ。時間、あ、うん、大丈夫だよ。ちょっと話あるんすけど。え、告白？まあ確かにうちお兄ちゃんがいるしな。外に出る？あ、いや、俺は部屋に来てもらいたいっすけど。襲われる。立花君の部屋、それって二人きりで。迷惑かもしれないけど、いいっすか。うん。あ、じゃあ俺先行って待ってるんで。うん。うわ、なんだか楽しみ。襲われる。キャー。あ、クリスマスプレゼントどうしよう。あ、買ってなかった。じゃあこのままで行こう。あ、買うの忘れた。でもセーブしたのだいぶ前だからもういいや。お待たせ。ちょっと座って待ってて。この匂いはもしかしてクリスマスケーキ？これ。お、しかもブッシュドノエルだ。どうしたの？すごく美味しそうだね。どこのケーキ？ここら辺で売ってたっけ？そのことなんすけど、このケーキ作ったの。姉貴？俺？お母さん？それも、それとも？俺なんす。はあ。そうなんだ、立花君が。で、嘘でしょ。びっくりした、びっくりした。セーブ全然してないからちょっとセーブさせて。嘘でしょはなんか失礼な気するけど。あ、もうセーブデータ全部使い切っちゃった。このゲームが面白くてなかなか寝れませんね。もう深夜ですよ。びっくりした。だってフランス旅行の時なんて男が甘いもの作るなんてとか言ってたのに、このケーキ作ったの？ものすごく手慣れた感じに見えるのはなぜ？実はずっと前から作ってたんすよ。俺将来はこっちの道に進みたいって思ってて。そうなんだ。へえ、それもびっくりした。お、本当は俺ずっと誰にも相談できなくてなんかやっぱり怪物に頭をわしづかみにされてるような怪物の手に見えるんですけど。なんか極道の息子がケーキ作ってるなんてバレたら笑いものだよなって思って、もともとここに越した理由もいろいろ練習したかったってのがあったんすよ。家だとやっぱりこっそり作れないし、実は夏休みにフランス行きたいって言ったのも本場のお菓子作りとか見る機会があればって。そうなんだ。でもどうしてそこまでして隠してきたこと私に教えてくれる理由って。旅行の時先輩言ってたっすよね。どんな道でも一流を目指すってことはそれだけでかっこいいってあの時俺本当はすっげえ嬉しかった。デザートは時間をプレゼントしてくれるとかそういうの、うん、俺が今まで思ってて言葉にできなかったことだから。俺本気でパティシエ目指すつもりなんすけど、親父にもお袋にも言えなくて、そういう時だったから先輩の言葉すっげえ勇気もらえたっつうか。
なんか頭から離れなかった。そんな大げさだよ。照れる。ちょっと照れるは KY 発言ですね。照れるって、そんな大げさだって。私思ったことそのまま言っちゃっただけで。でもその言葉がなかったらこうやって人に話す気になんてならなかったかもしれない。そう思うとイケメン、やっぱりあの言葉が俺の背中を後押ししてくれたんだって思うんすよ。立花君、すごく照れくさいんだけど、どうしよう。相談両親にできないって言ってたけど、それじゃご両親はこのこと誰にも言ってないんで。親父は俺に家継げってうるさいし、お袋も似たようなもんで、相談以前の問題っすよ。話してみたら案外分かってくれるかもしれないよ。いずれは話すつもりなんすけど、今話したら絶対に家に作られるし。いや、このさ、作ったケーキをさ送ってみたら俺が作った、どうだ、すげえだろうって。そっか、極道だもんね。おまけに他はお姉さん3人って家庭環境だし、お父さんが立花君に後を継げっていうのも無理ないか。突然こんな話してすいません。俺、誰かに話だけでも聞いてもらいたかったんですけど、そんな時どうしても先輩しか思い浮かばなくて。そっか、話してくれてありがとう。私でよければいつでも聞くよ。どっちですかどっちですかって言っても、これ生放送じゃないから分かんないけど。話してくれてありがとうだね。外したっぽいっす。なんでもことごとく外してるんだけど。私でよければいつでも聞くよ。何でも言ってよ。あまり役に立たないかもしれないけど、立花君の味方になることくらいならできるから。やっぱり先輩に話してよかったっす。あ、どうも。また相談に乗ってもらってもいいっすか。うん、もちろんだよ。あの、よかったら食べてみてほしいんすけど。この照れ顔が気に入ってくれるかどうかわかんないけど、クリスマスプレゼントの意味も込めて気合い入れて作ったんで。私何もプレゼント持ってない。うん、いただきます。なんか当日に買いに行くんだと思ったら違ったのか。お店で売ってるものなんかと比べ物にならないくらい。すごい、立花君が本気でパティシエ目指してるっていうのがよくわかる。すごい、本当に美味しいねこれ。本当っすか。だって3時だってね、料理人だし、普通に甘いものとか普通にバリバリ作ってるけどね。パティシエってわけではないけど。よかった。これなら絶対大丈夫だって、自信持っていいよ。だって私ももう立花君のケーキのファンになっちゃったんだもん。こういうこと目の前で言われると。いいじゃん、本当のことだし。でも珍しいね、このブッシュドノエルバタークリームなんだ。お菓子に詳しすぎじゃない。バタークリームってこってりしたイメージがあるんだけど、立花君のケーキって全然そんな感じしないな。もともとバタークリームってうまいもんなのに、バターの温度上げすぎてしつこくなってるんですよね。そうなんだ、さすがだね。いや、甘いもんばっかだとなんだし、なんかまた飲み物作るっすよ。え、それなら私が作るよ。ケーキのお礼あるし。すみません。じゃあお願いします。立花君はコーヒーのブラックで。だね。私はミルク温めてもいい？ほうじ茶ミルクティー作ろうかな。作れんの？ほうじ茶ミルクティー？うん、結構美味しいのよこれは。ブラック派の立花君にはちょっと甘く感じるかもしれないけど。俺も飲んでみていいっすか。え、だってそれ先輩のおすすめなんすよね。かわいい。じゃあ俺も飲んでみたいかなって。かわいい。あ、うん、今作るからちょっと待っててね。なんだかそんな風に言われると妙に緊張するよ。はい、できたよ。いただきます。どう、うん、うまい。ほんと？よかった。立花君のケーキに合うようにちょっとだけ渋めにしてみたんだ。なんか温かくってすごい落ち着く。先輩と一緒にいる時みたいだ。え、どういうこと？え、かわいい。いや、かわいい。なんでもないっす。えっと、そのか
かわいい。あ、ほら、お茶冷めちゃうよ。え、あ、そうっすね。ああ、もう突然あんなこと言うからびっくりしたじゃないの。あ、もうこんな時間か、気がつかなかったけど、結構長い間話してたんだね。あ、忙しいのにすんません、本当に。何これ、キュンキュンする。あ、ううん、逆にクリスマスに立花くんのケーキが食べられるなんて贅沢な時間くれてありがとね。俺も先輩に時間をプレゼントできたんなら、なんじゃこれ、嬉しいっすよ。何これ、うん、じゃあまたね。あ、先輩。は？俺、イケメン。また先輩のためにケーキ焼くから食べてほしいんすけど、その、嫌じゃなければなんすけど。え、あ、もちろん。じゃあね。何これ、ちょっと送ってって。あー、びっくりした、立花くんがあんな風に言うなんて。嬉しいけど、あの不愛想な立花くんが言うから一層ドキドキするな。なんじゃこれ、なんでドキドキが緑なの。でもこれからもできるだけ協力してあげたい、家のことも夢のことも。だってこんなに素敵な時間をくれたんだもん。ありがとう立花くん。何これ、素敵かよ。オール100だよ。何もすることねえよ。今日から冬休みか。うわお、痛い。急にブルッときた。風邪ひくなよ。よし、じゃあありがとうございました皆さん。キュンキュンしたね。じゃあ次回ヨロピク。